どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今日はですね、アイスボーン版のスラッシュアックスの使い方について解説していこうかなと思います。スラッシュアックス大好きで、スラッシュアックスばかり使ってる僕なんですけども、この動画はですね、アイスボーンをやってるんだけど他の武器、使っててなんかスラッシュアックスに手を出していない方とか、あと過去作で使ってたけどアイスボーンでは初めての方、それから完全にスラッシュアックス初見の方なんかに向けて喋っていこうかなと思ってます。で、細かいなんか名称とか数値なんかは間違ってることもあるかもしれないんですけども、まあ、ざっくりねスラッシュアックスについて分かっていただきたいなという動画なんで、それにちょっとご容赦いただければなと思います。それではスラッシュアックス初心者講座始めていきましょう。さあ、というわけで早速スラッシュアックスの特徴について説明していきたいなと思います。どういう武器か、スラッシュアックスが、これね、あの斧モードとそれから剣モード、これを切り替えて立ち回っていく、武器、重い武器種ですね。1回クラッチクロー1回で傷がつく重い武器種になってます。で、ガードできません、一切できません。で、見切り切りとかもありません。なので全てのモンスターの攻撃は回避、全てのモンスターの攻撃は回避で避けていくという形になります。まあ、もしくは総意ですね、総意で、まあ、無効化していく実質っていう立ち回りになります。で、スラッシュアックスに関してはこの斧、剣、この剣、剣モード主体とこの斧モード、この主体どっちの立ち回りもあるんですよ。なので今日はどっちもまあ簡単に説明していこうかなと思うんですけども、まあ、初心者におすすめなのは基本的にこの剣モードでゴリ押して、総意中この剣モードでゴリ押して、で総意がなくなったらこの斧モードに切り替える、でまた総意復活したら剣モードに主体で切り替えていくという、そういう立ち回りがなんか一番、まあ、おすすめできるかなと思うんでね、まあ、その辺をちょっと主体に説明していこうかなと思います。まず剣モードについてですね、剣モードの、まあ、特徴について、剣モードは攻撃するとこの左上にあるスラッシュアックスのゲージ、これがね、あの消費されます。スラッシュゲージって言ったっけな、これが消費されるんですよ。わかりますかね、攻撃してるとこの消費されるのが、このゲージを消費して、行く代わりに、剣モードで恩恵がいくつか受けられるっていうのがありまして、でその今周りにこうなんか光ってるスラッシュアックスのこのなんだろう、武器の周りが光ってるじゃないですか、青くね。これが要は覚醒ゲージっていうやつで、覚醒状態になると剣モードで攻撃してる場合のみいろんな恩恵が受けるんですよ。ちょっと覚醒させます。剣モードで攻撃するとこの覚醒ゲージ溜まるんですけど、今溜まりましたよね、溜まりました。そうすると何が起きるか、剣撃に追加ダメージが乗ります。わかりますか、2回ダメージがあるんですよ。バンバンとパン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 となってるの、わかりますかね、パン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 と1回の攻撃で、追加ダメージが入るようになる。これ斧だとないんですよ、もうね、1回1回につき普通に1回のダメージですよね。これがあの剣モードになると何が起きるかっていうと、バンバンとほらバンバンとなるわけですね。だからまあ、覚醒状態中は剣モードで攻撃していると結構ダメージが増えるんで結構強いかなという、まあ、そういった感じです。で、剣モードの特徴としては動きが異常に遅いんですよ。動き異常に遅いです。わかりますか、このスピードなんですよ。めっちゃ機動力ないです。なのでまあ注意、これは注意、なんかその、まあ、これでなんか移動することあんまないんですよね。基本的に移動するときはこの閉まって移動したりとかっていうのがまあ基本的なムーブになるんで。で、剣っていうのは、まあ、瓶の種類によって結構恩恵がいくつか受けられる恩恵がありまして、でこの今、担いでるのはこのネルギガンテのね、スラッシュアックスなんですけども、瓶の種類が強撃瓶ってなってるじゃないですか。この強撃瓶っていうのと、あとね、6種類ぐらい瓶があって、各瓶によって、結構いろんな恩恵が受けられます。強撃瓶は、剣モード、剣で攻撃してる場合、この剣撃のダメージが、1.17倍、多分ねワールドと変わってなければ 1.17 倍になるんですよ。だからまあ物理属性が高い、物理属性っていうか物理ダメージ、攻撃力が高いスラッシュアックスにおいては強撃瓶がかなり、ダメージ稼いでくれるんですけど、他にもですね、麻痺瓶とか毒瓶っていうのがあって、例えばこの、武器ボルボドーザーっていうやつなんですけど、これは麻痺瓶なんですよ。麻痺属性が乗ります、剣撃、剣で攻撃している場合に。他にも毒瓶っていうのも同じような感じであって、毒ダメージ、毒属性の除隊状が入るよっていう。それから、これは元気瓶、
元気瓶っていうのは、剣で攻撃してる場合に気絶値と元気値、まあ、要はひるませるっていう、属性状態以上と、気絶っていう状態以上の2種類が入るよっていう。それから強属性瓶、これはまあ属性値を、剣で攻撃してる場合のみ、1.45 倍、多分ね、アイスボーンで強化されて 1.45 倍になってるらしいんですけど、に増えるよっていう属性値が。そしてこの滅竜瓶は竜属性のねダメージが入るよっていう、そういった種類になってます。6種類かな今あるのは。でこのね瓶、各種瓶によって覚醒状態になりやすさが違うんですよ。強撃瓶は溜まりにくい、そして一番溜まりやすいのはこの滅竜瓶とか、強属性瓶になってるんですけれども、まあ、溜まりやすさこんな感じになってて、例えばですね、今これ元気瓶のスラッシュアックさんですけども、中ぐらい、溜まりやすさ中ぐらい、R2 で丸丸で丸、これで溜まります。もう、まあ、この一連の動きでもこの覚醒状態になるよという感じなんですけど、例えば強撃瓶、これ今強撃瓶のスラッシュアックさんですけど、これだと R2 丸で丸溜まりませんね、ちょっと溜まってないですよね。もうあと2回が切れば溜まるんですけど、こんぐらいで溜まりますけど、だからちょっとね溜まりやすさが違うということだけ、まあ、覚えておいていただければなと思います。ちなみにこの溜まりやすさっていうのは集中っていうスキルで溜まりやすくもできるし、あと覚醒状態は強化持続っていうスキルで伸ばすこともできるので時間をね、なのでその辺がまあ採用スキル候補になってくるかなと思います。さあここからは立ち回り、主なメインの立ち回り方について説明していこうかなと思います。基本的に初心者の方におすすめできるのはゴリ押しです。このスラッシュアックスに関してはゴリ押し、まあいろんなね立ち回り方あると思うんですけど、初心者におすすめできるのは、まずね剣モードの時の立ち回り方について説明していくんですけど、最初はまずはね剣モードでの立ち回りになりますね。例えばモンスターがこの荷車として最初吹っ飛ばしましょう。吹っ飛ばすか、まあ、罠はめるかどっちか。例えば、吹っ飛ばしましたよと、吹っ飛ばしました、でモンスターダウンしました。そうしたらまずね覚醒状態に持っていきます剣を。で覚醒状態に持っていき方はおすすめなのは R2 吹き出しで丸でもう一回丸からの三角と丸同時押しでバンバンバン途中に L2、 これです。これが一番ね、で傷つけ三角で、これが一番ね綺麗に溜まるかなと思いますね。もう一回やります。ね、吹っ飛ばしました、もしくは罠にかけました。そしたら最初は、まあ、とりあえずね総意まだ着なくていいですね、まだ着なくていい、溜めましょう覚醒ゲージを。 R2 丸で丸で三角の丸同時押しで途中溜まるぐらいギリギリのところで L2 で張り付く、で傷つけた箇所に移動して三角、これが一連のね最も綺麗な初動ですかね、スラッシュアックスの。これすると覚醒状態に剣がなっていて、でモンスターに傷がついているよっていう状態になるんですよ。まあ、これできなくても、まあ、適当になんか切ってりゃ、まあ、覚醒状態になるんですけどね、こうやって、まあ、適当に切ってりゃ、まあ、覚醒状態になるんですけど、まあ、これが一番なんかその綺麗に覚醒状態持っていく方法かなと。でこっからはねめちゃくちゃ簡単、剣モードっていうのはですね超必殺技があって、この属性解放好き、三角とまで同調するとこの属性解放好きっていうのがあるんですよ。これがめっちゃ超必殺技なんですけど、これが実はそのアイスボーンからゼロ距離属解放好きっていうのがもともとあったんですけど、これがねクラッチから派生するんです。これクラッチから三角とまで同調するとこっからこういけるんですよ。これがねお手軽高打点なんですよね。だから結構ね誰でも簡単にダメージが稼げる、プレイングスキルあんまり関係ない、まあ、要はモンスターダウンした覚醒状態になった、そしたらそういきます、不動のそういきます。で、傷がつけてある部位にクラッチで貼り付いて、で三角止まる同乗し、これをひたすら繰り返す、これが一番簡単です多分。一番最初は、まあ、もちろんねオノモードを結構綺麗に使ったりとかしてちょっとダメージ増やしたりとかっていうテクニックはあるんですけども、最初のうちはこれでいい、最初のうちはもうこれでいい。ちょっとね補足なんですけれども、回復能力付与武器の、それと体力回復量アップっていうスキル前提で話してます今。これやってる時に回復能力付与をしていくと回復すごいするんで、めっちゃするんでゴリ押しできるんですよ。なのでこれちょっと前提でお話聞いていただければなと思います。こればっかりやってれば
すげえダメージ稼げるから、パーティーの貢献にもなるし、これだけでいい、これだけでいい、最初はね。で、まあ、弱点特攻なんかも発動してれば、超回心とかも乗るしね。で、また傷が切れたら、傷をもう一回つけ直してね、傷つけ直して、で、まあ、覚醒状態切れてたらまたもう一回覚醒させるんですけど、覚醒状態まだなってれば、もう一回こう張り付いて、で、三角止まるを登場して。で、テクニックとしては、途中で×を押すと、こうなんかね、ちょっと、なんていうんですかね、キャンセル解放的なことできるんですよ。途中で降りれるっていうか、パン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 で最後までバーンっていくと、めちゃくちゃ隙でかいんですよ、俺。これ今、押して、なんも、ここでやっと動けるんですよ。こうやって動ける。めっちゃ長いんですよ、隙が。なんで、もしモンスターがダウンして、もう即もう一回張り付いたら、もうちょっといけそうって時は、まあ、ゼロ距離やって、もうほんとギリギリですよ。ギリギリの時のタイミングで、バツ押して途中でやめて、でもう一回すぐ張り付く。もう一回。みたいな。これがまあちょっとしたテクニックかなといったところですね。で、創意切れましたね。創意切れた。そしたら、不動の創意切れたら、また転身切る。即転身切る。転身切です。で、また張り付く。これの繰り返し。最初はね。はい。という感じですね。まあ、剣モードは、まあ、ほぼほぼこんな感じかな。まあ、この通称パンパンマンと呼ばれてこいね。これ1回この17ヒットするんですけど、大体クラッチ込みで。これでね、大体ね、バフとか持ってればね、1000、まあ、800から2000ぐらいのダメージがバン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 入ってくんで、まあ、5回ぐらいやれば1万のダメージが稼げます。非常に強力です。で、もし総意がなくなったとしましょう。そしたらここでやっと初めて斧状態、斧モードでの立ち回りになるんですよ。斧の特徴は剣と違ってちょっと動き早いです。ちょっと動き早い。だから機動力がそこそこあるんで、結構モンスターの攻撃を回避したりとかはできやすい。で、斧の立ち回りは基本的にヒット&アウェイですね。ヒット&アウェイ。ソロの場合は、三角と丸をこう同調すると切り上げっていうのが出るんですよ。これが一番ね、出が早いんですよね。だから弱点部位が、まあ、この車輪だとすると、ここにバンって打って、で、後ろ丸。これでヒット&アウェイ。これが一番まあ安定するかなと思いますね。これが。結構ね、被弾しない。これやってれば。三角と丸同時にペッてやって、こう。ただし、マルチだとこの切り上げがすごい注意点があって、大きな。味方をね、めちゃくちゃ吹っ飛ばします。吹っ飛ばすっていうか、ま、上に振り上げるというか。なので、マルチでは対応しないようにした方がいい、これは。なので、基本的に、マルチだったら、ま、三角でこう、突進切りして、これかな。まあ、ちょっと DPS 落ちるんですけど、これが一番なんか、ま、安定感があるかな。これが。ボンってやって、ヒット&ウェイ、みたいな。これが一番なんかその、まあ、体型のバットギーじゃないけど、まあ、こんな感じで立ち回っていくのが一番なんかその被弾しない安定した立ち回りになるかなと。で、また総意が復活したら剣モードに切り替えるみたいな感じですね。まあ、それがまあ斧と剣の使い分けになるのかなと思いますね。で、斧モードにも強化、状態っていうのがあって、実は例えばモンスターがダウンしてるとかいうときはこう丸を押すとこの振り回しっていうのができるんですけど、これ丸ずっと押してるんですけど、これね、斧振り回し永遠にスタミナが続く限りこれできます。これ今スタミナが続く限りできますよと。で、これがまあ、まあ、そこそこまあ強いんでね、まあ、ダウンしたらこれやってもまあ別にいいかなと思うんですけど、もっと強い技があって、まずね、斧振り回しを3回以上やった状態で三角を押すと、この強化叩きつけっていうのができるんですけど、これで斧強化状態っていうのになるんですよ。これ何が起きてるかっていうと、モンスターをひるませやすくなりました、斧状態の攻撃で。なので例えば弱点にバンってやったらモンスターがひるんだりとか、クラッチひるみができたりとか結構するんですよ。だから、まあ、隙あらばこの丸3回以上あった上での強化叩き付きをぶち込んで、で、これからのこのヒット&アウェイみたいなことやってると、あれですね、モンスターひるませやすくなりますよと。で、さらにもっと必殺技があって、まあ、スラッシュアックスってこの攻撃が一番強いって言われてるんですけど、 DPS 的に、丸をして振り回し中に R に押すんですよ。そうすると、なぎ払い変形切りってのが出るんですけど、これがね、ものすごいダメージ稼げるんですよ。もう一回やりますね。斧出して振り回しから R に、これがねすごいダメージ稼げるんですよね。なので、これが一応斧モード中の必殺技、まあ、ダウンしてる時とかね、今やっていいですね。これバーンってやって、で、振り回して、そろそろ起き上がりそう、よし R2 だっつってバーン、こう300まで強いんですよ。これがまあ斧状態で狙っていくべき、まあ、ある程度隙がある時の立ち回り方になりますね。ちなみにこれね、あの無限ループみたいなことできて、一応ね、まあ、斧出しで、まあ、丸押して、で、これやるじゃないですか。
でそしたら剣になるんですよこれ。その後すぐこう変形切りしたらまたこっから R に押してで剣になる、でまた切り下がってもう一回丸押して R2 みたいな、まあ、無限ループみたいなことできるんですよね。これも一応ね、まあダウンしてるときは狙っていいかもしれない。まあオノモードのときは、まあ、なんかもう創意使わないとかいうときはこれひたすらなんかやり続けるみたいなパターンもありですね。結構ダメージ稼げるんで、覚醒してれば結構かっこいい動きができて、斧と剣を切り替えた場合ね、覚醒してたとするじゃないですか剣が。そしたらまず、まあ、モンスターダウンした、じゃあはい斧出して振り回しからのなぎ払い切りで剣になる、で属性解放からの張り付きで、もう一回属性解放からのフィニッシュみたいな、こういう一連の流れができると、うわスラッシュアックス楽しいってなると思います。多分ねこれができると、あまあ、あのスラッシュアックス結構なんか使いこなしてる感が出てくると思うんで、ぜひね、あの、まあ、ダウンしたりとかした時だけですよ。基本的にはこんな隙あんまないからまあそう生きててダウンしてる時とかいう時に狙っていくといいかもしれないですね。はい、もう知ってて欲しいことは以上、もう本当以上、これぐらい、これぐらい知っときゃスラッシュアックス使えます。基本的には、まあ、全部説明してる時間はないんでね。なのでまあこれがまあメインの立ち回りだと思っていただければ、初心者の方はいいかなと思いますね。まあ、あとは TA 動画見たりとかして、まあこういう立ち回りもあるんだって見ていただければいいのかなと思います。で補足的に説明しておくこととしては、モンスターに近づく方法、これね剣モードの時めっちゃこれクソ遅いんですよ。めちゃくちゃこれしか進まないじゃないですか。例えばこの辺にいたとして自分がで、まあ、モンスター向こうにいるっていう時はもう剣出したらこうあごめんなさいねちょっと待ってね、剣出したら、ノートをしてから走ってってみたいな、こういうことなんですよね。これちょっとダサいじゃないですか、ちょっとダサいんですよ正直。なんでちょっとテクニックとして剣モードの時はステップがこれなんか1回目はなんていうんですかね、ちょっとちっちゃいステップなんですよ。でその後にこう回転するんですけど、その後に R に押します。剣モードになってるステップステップ R に、そうするとこの斧変形切りが出るんですよね。結構なんか前に進む、もう一回やってみますね。剣でステップステップ R にでもう一回 R にと、そうするとこの辺まで近づけるんですよ。これがね結構ね間合いを詰めるときに結構使う方法ですね。なんかですか、あの辺にモンスターがいる、ダウンしてる、でも剣になってた、じゃあステップステップ R2 からの R2 と、これでなんかガン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 前に進んでいくんで、この辺の技を使ってもう間合いを詰めるというかね、もうぜひ狙っていっていただければなと思います。はい、スラッシュワックスは以上になります。ちょっと説明しきれてない部分がねあると思うんでね、その辺はまあちょっとご容赦いただければなと。今回は本当初心者の方にスラッシュワックスとりあえず使ってみたいなっていう人のためにね解説をしてみた動画になってますんで、まあなんか補足とかあればコメント欄で付け足しそうかなと思ってますんでね、よかったら、コメント欄もチェックしてみていただければなというふうに思います。この動画良かったなと思っていただけたら、ぜひねチャンネル登録およびグッドボタンをよろしくお願いします。ディスコードなんかもやってますんでね、もしよかったらそちらの参加もぜひお願いできればなというふうに思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。